僕がそんな入りやすい大学の名前を言うこと多分あんまないんちゃうかなと思うんですよ。少人数教育の大学はコスパいいと思います。竹田塾の株よこせみたいな、やべえぞってなったらいやーん、ホワイトナイトの登場です。ウィーンガシャンウィーンガシャンウィーン、頑張ろう。なんだそれ。自分の会社作ってでかく将来ビッグな男になりたいんだ、女になりたいんだ、みたいなね。皆さんこんにちは、竹田塾の高田です。安野です。今回のテーマは偏差値の割に優秀な大学5000というテーマでやっていきたいと思います。はい、僕ら塾講師やってますと、もちろんいろんな大学をね、目指す子がいるんですけど、進路決まってない人もいたりしますよね。今回紹介するような大学、偏差値が低いというか入りやすかったりもしますと、はい、入試がね。ただ中身すごい充実してるよみたいな。コスパいいじゃないですか。お買い得ってことですか。まあそうですね、お買い得な大学を僕の経験上5つピックアップしたんで、あれ楽しみな。ちょっと予測しながらね、みんな見ても面白いかもしれないね。僕がそんな入りやすい大学の名前を言うこと多分あんまないんちゃうかなと思うんですよね。貴重ですよこれ。今までおすすめの大学って言ったら神戸大学おすすめだとか、青学だとかね、いろいろ言ってきましたけど、ちょっと意外な大学の名前も出るかもしれないです。じゃあまず1つ目、武蔵大学。僕もね、東京に来て初めて知った大学なんですけど、実は関西の時はマジで聞こえてこなかった。言ったらね、関東でもそんなにね、武蔵が有名かって言ったらそうでもなくて、武蔵と言ったらね、美味しいラーメン屋さんとか言ってね、武蔵屋の方、そうそう、家系でさ、こってりでご飯もおかわりできて最高だよね。ほうれん草のね、その武蔵屋の話はいいんですよ。あ、いいんだ。武蔵大学、あ、武蔵大学、場所が池袋からもうちょっと北に行った、確か西武線沿いだったと思うんですけど、はい、何が有名かっていうと、はい、ゼミの武蔵って言葉があるんですよ。大学もね、確かキャッチコピー広告とかで、武蔵といえばゼミの武蔵ですっていうぐらい強調してるんですけど、確かに電車広告でも貼ってありますもんね。そうなんです、そうなんです。少人数ゼミっていうのがあるんですね、要は学生たちが授業とか、そう、講義というか、そう、受け身のものじゃなくて、主体的にやりたいことをフィールドワークとかも通して積極的に学んでいくっていうのがゼミなんですけど、それを結構盛んに行ってると、はい、確か1年生とか2年生とかかなり早い段階でゼミに入ることができて、自分のやりたいことができる、はい、これからまた少人数教育やってる大学とかも名前出すんですけど、はい、少人数教育の大学はコスパいいと思います。なんでかっていうと、大学の先生ってやっぱすごいわけじゃないですか、はい、その道のプロなわけじゃないですか、その先生が抱えてる生徒の数が少ないってことなんで、自分のこといっぱい先生が見てくれるみたいな、それって大学生の特権じゃないですか、だからそういう少人数教育力入れてる大学に行くのが個人的にはおすすめです。それ大学時代私もあったんですけど、普通の授業だと教室、ね、100人とかいる中で話聞いて、ただ受け身でやっぱ聞くことが多くなっちゃうんですけど、ゼミに入ってからめちゃくちゃ楽しかったんですね。正直言うと、普通の授業とかは名前も覚えてもらえないですよね、正直な話。でもそういうゼミだと本当にかなり距離が近くなるんですよね。ただ僕ちょっとね、ゼミに入れなかったんで、川野先生は今でもなんか飲みに行くとか言ってませんでした。そうそう。何系の専門のゼミなんですか。これね、法律のゼミなんですね。経済学部やのに法律のゼミに。どんなことやってたんですか、ゼミは。ゼミでは例えば、はい、これね、ちょっと経済と絡むんですけど、はい、企業のね、買収についての話とかね、面白い、めっちゃ面白いんだけど、有効的な買収もあれば、はい、敵対的な買収とかね、あるわけですね。じゃあ敵対的な買収かけられた時にどうやって守るのかっていうとね、ホワイトナイト、ホワイトナイト出た。あとはね、ポイズンピルとか言ってね、そんな技で敵対的買収防ぐのとか、これめっちゃ面白いですよね。例えばね、もうそれこそ武田塾、まあ、頑張ってますよ、武田塾ね、そんな株をそんな誰から構わず手に入るみたいな状況じゃないですけど、もしでかい会社がオラーっつって武田塾の株よこせみたいな、やべえぞってなったらいやーん、ホワイトナイトの登場ですができるわけですよ。川野さんが超大金持ちで、守るぞこっちによこせっつって、あとはね、ナイトじゃ守りきれねえってなったらこの毒を食らえって言ってポイズンピルを与えたりとかね、そんな守り方ができるわけですね、はい、ゼミの武蔵の話をしたら、ね、戻しましょう、はい、川野先生のゼミの話はこの辺にして、ゼミっていうのはそういう話を教授とメンバー少ない中でやれるんですよ、はい、ちなみに川野先生のゼミは何人ですか。当時は20人ぐらい、20人ぐらい、多分武蔵とかもうちょっと少ないかもしれないですね。そう、先生と二人三脚じゃないですけど、もうタッグ組んで一緒に何か勉強研究をしていくと、他の大学でもちろんできるんですけど、特に力を入れてるって意味で武蔵大学おすすめです、はい、続きまして大阪工業大学、何が有名かとか知ってますか。これはね、もう工業大学ですから、はい、機械系ですね。機械系、広い意味で言うと機械系、ロボット学っていうのがね、はい、結構進んでまして、ロボットコンテストとかもね、バーン出てね、優勝確かしてたんじゃないかな。すごいな。その辺の国公立とか、その辺の理系の大学を次々なぎ倒して、機械系のね、勉強をね、専門的にやってる大学だったりするんで、結構お買い得だと思います、正直。そうですね、大阪工業大就職めちゃくちゃ強いんで、ロボットに興味あるっていうかね、そういう人とかはすごい向いてるんじゃないかと。これ視聴者のね、みんなに言っていいか分かんないですけど、はい、実はこの田田先生 AI ロボットで勉強とかね、大学情報を語ってますからね。そうですね、ウィーンガシャン、ウィーンガシャン、ウィーン、頑張ろう。なんそれ、ためた割にはしょうもねえ一言出すな。ロボットじゃないですよ、生身の人間ですから。あ、そうかそうか。いや、そんなわけでね、大阪工業大学ロボット研究できますと、はい、続いて津田塾大学です、東京の西東京にある中志大なんですけど、津田塾って僕らの世代だとね、まだ入
りやすいみたいな印象あるかもしれないですけど、はい、昔めちゃくちゃ名門だったんですよ、はい、みんなのお父さんお母さん世代の時とかは、はい、マーチを超える宗桂と並ぶぐらい難しかった時代があるらしいんですよね。宗桂通だった時代があるんですね。宗桂通、語呂悪いな当時なんて呼ばれたか分かんないですけど、うん、本当に難関大学なんですよ、うん、今ちょっとねこう女子大があんまり人気ない時代とかもあって、うん、もっと偏差値入りやすくなってますけども、はい、津田塾も少人数教育力入れてるのと、あと英語強いですね、うん、理数系の教育も強いんですよ、うん、だから津田塾で理系のこと専門的に学んで学校の先生になるとかそういう道をね取る人も結構多かったりとか、すごく勉強頑張りたいって人に鍛えられる大学かなと思いますね。幅広い学問をこう、はい、バランスよくそれぞれの学部で学べる、ね、そうですね、それぞれの学部に入ったら、まあ、すごい専門的になる、まあ、課題が多いとかも有名ですね。課題とかレポートとか結構多くて、うん、津田塾生はめっちゃ忙しいみたいな、そんなことを言ったりしますね。なるほど。でも高田先生もね入りたいって言ってた大学なんでおすすめですね。そうですね、僕も入りたいなと思ってます、うん、入れるか入れないよこんな大男。とにかく津田塾は少人数教育で課題多めで入ってから鍛えられるみたいな、だから楽な大学生活とかも正直大学ぶっちゃけ言うと遊びたいんですって人は向いてないと思います、うん、大学でちょっと本気でやりたいんだ鍛えられたいんだって人は津田塾行くといいかもしれないですね。続いて独協大学です。独協もね入ったら鍛えられるっていう結構評判なんですよ。何かっていうと英語、独協といえば外国学部英語系強いっていう言われてますよね。有名ですね。入学してから卒業までの間に TOEIC の点数上がる人結構多いらしいです。普通日本の大学生ってあんま勉強しないから、うん、大学受験の時の点数がピークやったりするじゃないですか。入学して TOEIC ピークですみたいなそっから勉強しなくて落ちますみたいなのが普通じゃないですか、うん、先生とか周りそんな人多くなかったですか。そうですね、みんなねどんどん落ちてって就活、はい、意識し始めてみんな伸びてくみたいなね一回谷を経験するあるあるかもしれないですね。あるあるっすよね、うん、なんですけど独協は結構英語力入れてるんで入ってからグッと伸びるっていうのが結構評判やったりします、ね、なるほど。だからトイックの対策の授業とか、うん、そういう英語学習っていうのはめちゃめちゃ力入れてて、うん、とにかく伸ばしていくんだみたいなのを方針として掲げてるみたいなのは聞いたことあります、はい、なるほど。入ってからより成長した人材として社会に出ていけるっていうのは魅力かもしれないです ね、うん、ですね。続いてラスト、武蔵野大学。武蔵大学とまだ違いますからね。どっちかというと武蔵大学の方が偏差値が高いですと。武蔵野大学に最近できた新しい学部があるんですけど、うん、アントレプレナーシップ学部っていう、ね、企業家の話。すごいすごいすごい、さすがですね。企業やビジネスについて学ぶ学部で、はい、起業家精神って訳すんですかね、はい、僕も最近教授の人脈がちょっとできてきまして。教授の人脈ね。青山学院大学のエリック教授っていう先生、はい、TikTok でもやられてるね、はい、エリック先生って言うんですけど、ひょんなことからつながりまして、エリック先生と、ぶっちゃけ、自分の大学以外でおすすめぶっちゃけどこですか、武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部だと。すげえ。でその大学何かっていうと、起業とかビジネスとかにめちゃくちゃ力入れてる大学学部で、はい、大学生がもう起業いきなりしちゃったりとか、ビジネスについて専門的に学べるっていう特徴があったりとかして、めちゃめちゃ進んでる大学学部です。面白いですねそれは。それこそもう遊びたい学生とかは行かなくていいと思うんですよ、せっかく大学生になるんだったら本気で成長したいなと、将来社会に出た時に一流の社会人、一流のビジネスマンとして将来活躍したいんだ、なんならどっかの会社組織に属するんじゃなくて自分で一旗あげたいんだみたいな、自分の会社作ってでかく将来ビッグな男になりたいんだ、女になりたいんだみたいなね、そんな人は入ってみても面白いかもしれません。確かにね、ここまでなんか企業前面に打ち出してる学部って本当に新しいんじゃないですか。そうです、なんか経営学部とかいろいろ言ってますけど、経営者になるための学部じゃないじゃないですか、経営学部入ったって多くの人が大企業行くわけで、アントレプレナーシップ学部は大学生になってから起業するのを目標にやってる学部なので、めちゃくちゃ面白いと思います。いや面白そうだな。ちょっと僕チョイスで偏差値の割に入ったら魅力的な大学5選紹介してきました。いいですね。そしたら成績は伸び悩んでる、行きたい大学どこか分かんないでね、道にね迷っちゃってる子とかはぜひ今日の大学調べてみても面白いかもしれないですね。間違いないと思います、というわけで今回は以上です。高田先生、はいはいはい、今年も冬だけだけの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです、あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんな、この冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。